いただいた質問はほとんど話したかな。私からさ、ミニチュアと話すのつけたいなと思ったのが、なに？アナと曲アナについて。おお、深いね。どうかな、このテーマ。若い子とかもどっちでスタートしようかなって思ってる人も多いだろうし、興味がある人に向けて話をするとしても、うんうん、そうだね、ラジオとテレビ両方ある 3,4 放送に受かっていろいろこう番組もやらせてもらってたけど、ラジオは全然やらせてもらえなかったのね。若手はテレビみたいな感じになってて、だけどお正月の特番とかでラジオの特番やらせてもらって、それがすっごく楽しくて、ラジオってこんな楽しいんだっていうのに目覚めて、でそこからラジオやりたいですっていうのは局でも言ってたんだけど、あんまりやっぱり若手はテレビみたいな流れがあったから、ラジオは、まあ、その後一つやらせてもらえたんだけど、なかなかラジオする機会っていうのが少なくって、そんな時に文化放送で中途採用っていうのを募集見つけて、ここはラジオ飛び込むしかないと思って、ラジオの文化放送に局アナとしてまた転職をして、自分がパーソナリティとして喋る機会っていうのも欲しいなとも思ったし、それで一歩踏み出してみようかなって思ってフリーになったんだけど、だから今フリーになって、自分がパーソナリティとしてその帯ハッピーとか自分の名前を入れてもらえる番組があるとかはすごく本当に幸せだなとも思うし、逆にすごく勉強しなきゃなとか、もう本当に自分の放送を聞いて、あ、なんでこんな、もっとこう言えばよかったとかも思うし、課題もいっぱいあるんだけど、でもやっぱり一歩踏み出してよかったなとは思う。夕方のニュース担当してた時とかはもう自分で三脚担いで取材をしてたし、カメラマンをね、助手席に乗せて自分で運転して、自分でこう運転してカメラマンといろいろこういうニュースですとかいう話をして、現場ついて、でインタビュー撮って自分でリポートして局に帰って、でカメラマンと編集作業いろいろ一緒にやって、自分で原稿を書いてその原稿を自分で読むっていう感じだったから、その経験があるから今があるっていうのはすごく思うかも。入る前からそれだけハードな仕事だっていうふうには思ってた。なんか地方局は自分で原稿も書くとか、自分でビデオ、ね、カメラ回すとか、そういう話は聞いたこともあったけど、でも自分で原稿を書くとか、自分でそういう取材、生の声を聞くっていうことを経験したから、あ、こういうものを求められてるのかなとかはよくわかるようになったかな。でもエリナッチはいきなりフリーでさ、そうね、研修とかもさ、局アナの試験を受けて、そこから道分かれしていったわけじゃない、そうだね、私はその地方はもう受けずにっていう感じだったけど、だからおびちゃんはそこで、でもそれでも地方の方も受けるようにしたじゃない。さ、いろんな道がそこであったじゃん。やっぱり、なんだろうな、会社員として学んでからやっていきたいっていうふうにその当時から思ってたの。まあ、とにかくそのアナウンサーになりたいっていう思いはもう小学生の頃からの夢だったから、もう絶対何が何でもアナウンサーになりたいっていう思いのもとで就活はやってたかな。フリーアナウンサーってさ、タレント何、局アナはやっぱり会社員だからさ、ある意味こう守られてるじゃないけど、なんだろう、一つ一つの番組に対しても、その局アナ、局の中のアナウンサーだけど、フリーアナに関しては一個一個の番組もさ、オーディションで勝たなきゃいけないとかさ、
もう勝ち取るっていう感じじゃん。この一つの番組にかける思いがやっぱりちょっと局アナよりもフリーアナの方が勝るというか、なんかこうこの一つの現場で結果出さなきゃみたいな。フリーだと枠がないから、うん、なんか局アナは局アナでその枠があるじゃない、うん、定員というかさ、うん、番組の数も他の局は出られないし、うんうん、その枠がある、うん、であのアナウンサーも人数もいっぱいいる、うん、その中でこうポジションを取るみたいなところがあるって聞いたのね。だから局の中でのね、そうそうそう、うんうん、そういう意味では、うん、そ過酷なんじゃないかなっていうふうに思っていて、まあ、不安はそりゃあるんだろうなと思うよね。やっぱり会社というものに守られてるっていう感覚はやっぱりないと思うし、うん、ただそのタレント業っていう意味では多分会社員の皆さんよりもあのタレントとして守られてると思うし、事務所のね、うん、マネージャーさんが現場についてきてくれたりすることも多いから、うんうん、そういう意味での守られ方はあるとは思う、うん、が、まあ、仕事をいただける環境かどうかっていうところはやっぱり厳しいよね。なかったし、ね、最初、うん、ヘリナッチでもそうなのか。もう首の皮一枚に何回なったかって感じだよね。もうね、全くなくなっちゃったシーズンもあったし、フリーになってよかったな、一歩踏み出してよかったなとも思うけど、うん、難しいね。なんか自分が何をやりたいかとかにも関わってくるだろうし。そうね、うん、年を取ってからどうなっていくかっていうのも含めてかもしれない。そうだね、そうだね、うん、確かに。確かに就活の思い出聞かせてくださいとかいう質問も来てた。あ、もうだいぶ違うんだろうね、うん、今とは。そっか、だって10年以上前のことだから。結構アナウンサー試験ってなんか無茶ぶりも多かったわよね。無茶ぶりね、無茶ぶりだよねきっと。あれらはなんか紙コップが置いてあって、うん、この紙コップが元気ないので励ましてください、どうぞみたいな、そういう無茶ぶりとか。みたいな。そうちょっとじゃあ帯なぎささんにお手本見せてもらおうかな。いやいやいや、あ、このインフレが元気ないみたいですね。ちょっと励ましてもらっていいですか。いや、なんかその時は私なんかしかもグループ面接で、うん、みんなグループ面接みんなでやるの恥ずかしいけど、なんか歌を歌った子がいたの、うん、その紙コップとかに向かって、紙コップに向かってね、うん、歌を歌った子がいて、でも何かやらなきゃと思ったし、うん、私はその時にお経を読んだのね、うん、お経読めるの？お経、なんか小中高って仏教の女子校だったからお経は読めたの。そうなんだ。で、お経を読んだ。そしたらやっぱそれは進めたの、なんか進んで、そう。だから何をやるかっていうよりも、なんかとっさにそういうのは、はい、やりますみたいな言えるのがいいのかなって思った。難しいよね、前のめりな姿勢。そう、なんか当時ね、大学生でね、ポニーテールとシュシュが流行ってて、うん、グループで何組かに分かれて、でそのポニーテールとシュシュの曲に合わせてみんなで振りを考えて踊るっていうやったよ。なんか多分スカしてたらダメだと思うし、ああ、弾けてできるかどうかとか、うん、フレッシュさがあるかとか。でもその年によって求められる性格とかありそうだよね。あるね、あるある。なんか運な報道系の子が欲しいとかね、うんうんうん、アイドル系の子が欲しいとかね、うん、確かに。どういうものをやりたいかっていうのは強いかもしれない。具体的に言えば言うほどイメージが膨らむから、なんとなく例えばさ、朝の情報番組やりたいですっていうよりも、こういうコーナーやりたいですの方が、あ、この子本当に考えてるのかなとか、うん、そうちょっとイメージ膨らむ気がする。あ、
スポーツですとかエンタメとか報道が、具体的なエピソードあった方がいいかな。なんだろうね。私なんてもっとわからないよ。受かってないんだから。せーの、チャンネル登録お願いします。お願いします。